はい、えー、Mr. さん今回はですねモチベーターというテーマでお伝えしようかと思ったんですけどもタイトルはキャプテンという風にさせていただきましたあ人をその気にさせるとかね人をやる気にさせるとか、うん、非常に難しいことだと思いますまずはあ私は3つの要素があると思うんですよ1つはですねその人がどういうところにつまずいているかってことに気づいてあげるってことですそしてもう1つはですね伝える力が自分に備わってるかどうかってことですよね そして三つ目なんですけども自分がそれを背中を見しているかできているかってことなんですよ。しかもねこれ人を励ます時って自分が成功したからあなたもできるよっていう方法もあるんですけども自分は結果を出してない。でも結果を出してないからこのぐらい動いてるんだよ。 っていう風に伝える言い方もあるんですよね。どちらが響くかってことをやっぱりね、見抜いていかなくてはならないかなと思います。私は滑からくですね、後者を用いるんですけども、自分も何,何もできてない。何もできてないんだけど、できてないからこれだけ行動してるんだよってことをね、伝えていくこと。こちらの方が響くんじゃないかなと思うのと、あと伝え方なんですけども、世の中にある、よくあるね、まあ、名言っていうのを使うこともあります。私が好きなのは凡事徹底とか、 千里の道も一歩からとかね。どんな困難な壁もやっぱり最初の小さな小さな変化から成り立っているってことを伝えていくってこと。ことわざから用いていくってことがありますよね。あと、ことわざではないんですけども、自分の行動の中から編み出した法則っていうのはですね、伝えていくこともあります。さあ、それでね今日、今日紹介するのはこの、えー、プレイボールというね、DVD です。今、まさに私が見ていて、今ね、 これ全26話なんですけども、えっ、ー、と、今ね、えっ、ー、と、25話まで、24話まで見てるんですよ。もうクライマックスなんですよ。これがどういう話かと言いますと、ちょっと話がね、え坂本のぼるんですけども、このプレイボールってのは、高校野球をテーマにしたあアニメになってます、えー。そしてですね、この高校野球をテーマにしたこの主人公の谷口キャプテンっていうのがいるんですけども、彼はですね、中学時代にキャプテンという同じような アニメでで出てるんですよその「キャプテンと」ーーというドラマの中そしてこの「プレイボール」というドラマの中そこで何が語れるかっていうとただ普通の中学野球普通の高校野球の中でどのように競合を打ち破っていくかということが描かれてるんですけどもそこに一貫したテーマは「頑張る」ってことなんですよね。 この谷口キャプテンもただ頑張るというわけですよ。自分たちよりも数段強いチームとぶつかったときに、この谷口キャプテンが多くの、ね、選手がね、あ胸を借りてやろうか。まあ、負けるのは当たり前だけども、いい試合をしたいよねって言ってる中で、谷口キャプテンだけは、どうやったら勝てるかなっていつも考えてるんですよね。それを他の選手が見て、聞いて、おいおい、あんなチームに勝つつもりで練習するのかっていうふうに聞くんですよ。そうすると谷口キャプテンが言うんですよ。え 負けるつもりで試合するんですか <laughs> でそういうところからね、谷口キャプテンは一人でも練習するんですよ。一人でも神社の境内を借りたりとか、早朝の素振りをしたりとか、で家族に助けてもらったりとかして、一人から始めるんですよ。そういう姿を見て、負ければいいやと思ってた他の選手も、なんとか勝ちたいなって気持ちに変わっていくってことですよね。そうなんですよ。うん、やっぱり谷口キャプテンっていうのは、まだ 結果が出ないことに対してもうとにかくねしつこく取り組んでいくんですよねまあそういったドラマを見ながら私もね中学時代育ったもんですから今こうやってね大人になって当時の漫画雑誌がこうやってブルーレイになってね30年の時を超えてなってしまうってことはあ他にもこういう物語で胸を打たれた人がいるんだなというふうに思うわけなんですよ。ちょっと話がなくなりましたけども私はですねストーリーによって人を励ますことができると思ってるんですよ。 で、その物語をこのキャプテンというね、アニメからあいただきました。やっぱ人を勇気づけていったりとかする中では、自分の背中を見せないといけないんですよね。継続することが大事ですよっていう私がですね、継続何一つしてなかったら、人はついてきますかね。<laughs> うん、だからね、私はね、誰でもできることをここまで長くやったっていうことは、本当に自分でもね、えー、まあ誇れると言いますか、人に背中を見せれる。 うんまあ、見せれる背中だと思うんですよでも多くの情報商材とかあなんか塾のコンテンツを売ってる人ってのは自分がやってもいないことをその商品の購入者さんに最もらしい理屈で言わせているから説得力がないんだろうなと思います、まあ、私は本当にね動画一つ撮っても、まあ、1万っていうレベルでやってるわけなんですよそしてサイトの構築にしても1万メールマガジンの読者にしてもお1万という体で、ね、まあ2万人ですけどもそういうふうに、あのー、やっぱり万をやってっていう感じですよね 千をもって初日とし、万をもって極めんとすというふうに私は感じてるんですけども、うんまあ、これはね、即果塾の行動原理の中から生まれた、まあ、名言といえばね、格言なんですけども、えー、千里をもって初日とし、万里をもって極めんとすと、うん。千日なんてのはまだね、初日ですよって感覚なんですよ。で、一万回やったらそれは、まあ極めたよね。大体30年ですよね。まあこういうふうなね、構築の仕方なんですよね。 でこんなことをね皆さんに押し付けるともううんざりすると思うんで私はそのようにやってるけども最初のその,その最初の第一歩はどうですかってことで語りかけるわけなんですよねちょっと話が2点3点しましてもうちょっと話を戻しますけどもあの危険とかトラブルとかね皆さんの中にも襲うと思うんですけどもこれは成長のチャンスだっていうふうに、えー、切り替えていけるような私は話し方をしますよねで、えー、マインドとしてはこうなんですよ、まあ、ダメかもしれないけどやってみようってことなんですよ 最初からダメだと自分で限界を決めつけて取り組むのかそれとももしかしたら結果的にはダメかもしれないけども何かヒントが見つかるかもしれないと 何か一歩でも前に進むような、そんなチャンスがあるかもしれないっていうことの好奇心をかき立てていくことが、私の話し方のね、おそらくモチベーターとしての要素なのかなと思います。まあ言ってみれば、その、モチベーターっていう職業ですら、誰も提唱してないと思うんですけども、私がね、多分モチベーターって職業ができるんじゃないかなと思いながら、こうやって話すことによって、聞いた人は、確かにそういうのあるかもねっていうふうに、多分気持ちがね、変わっていくと思うんですよ。 そして、その気持ちが変わった人がたくさん出てきたときに、本当にモチベーターという職業が確立されるのかなと思いますけどね。はい。えー、で、エラーをしたときに、やっぱりキャプテンのようにね、どんまい,いって言ってあげることなんですよね、うん。これはね、やっぱり間違ったりとか失敗したりした人のことを、自分もやっぱり間違いとか失敗っていうのは1万回やってれば、おそらくですね、うん、どんな間違いも失敗も経験してるんですよ。まあ、ですから、驚くような間違いや、驚くような失敗が、うん、見にしたこともない、聞いたこともないと。 ましてや、その対処法なんてのはもう自分で編み出してるよってことなんですよ。まあですから、励ますことができるのかなと思いますよね。えー、最後になりますけども、私の役目っていうのは、誰かの困ったを一歩でも進めてあげることかと思うんですよ。うん、確かにチャンネル登録者数が一気にね、100人とか200人とか、うん、そういうふうなね、え、増え方っていうのは私も的確にはお伝えできません。でも確実に、 チャンネル登録者数の人数が増えるってことと確実に再生数が増えるってこと確実に YouTube の友達ができるってことこれは私ねお約束できるんですよ実際できたと思うんですよそれは私が最初に速可塾というチームを作って YouTube という啓蒙活動をして YouTube やってみたいですって人をバッと集めたからできたかなと思うんですよこういうことで私は掛け声だけじゃなくって本当にねそこにたどり着くように一歩でも前に進むように その前提条件を速会軸というもので作ってるのかなと思います。まあ、ですのでね、えー、速会軸という組織を作ったそれは何かというと、まあいろんなもののね、あの前提条件ではありますけどもその一つが。 YouTube 活動を視聴者さんがしやすくするための前提条件としてすでに視聴者さんが何人かいますよっていうチームを作ったそれが速果塾だと捉えていただいてもいいのかなと思いますそして私のこの媒体を使うことに関しまして基本的に速果塾塾生さんは費用がかかることもありませんからぜひね一緒に対談動画を撮りましょうとか動画のキャッチボールやりましょうって言ったら私は自分の時間と記録の限界が来るまで えー、応じていいこうかと思います今のところ、全然楽勝なんで、どん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 ね、ミスターマイアミさんと同じようにキャッチボールやりましょうって形で、えー、久保塾長へみたいなメッセージを送っていただくと、私は必ず返信するかなと思います。ま私が気づかなくちゃいけないんで、メールを送ってね、こんな動画撮りましたってやっていただくと幸いかなと思います。えー、それでは本日は、そんな形でね、人をどのようにその気にさせるかということ。ちょっとグダグダと話してね、よをえないかもしれませんけども、ちょっと何か気づくことがあれば幸いでございます。 人を励ますためにね、どんまいって言ってあげること、一歩でも進,めも進めてあげるために寄り添うこと、こういうことかなと思いますけどもね。